やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。人生初のこういうゲーム、人生初です。カビてもうてる右顔面が。ジャンプ中に壁際で壁蹴り。あー、なるほど。これが我が城か。なるほどね。ここはジャンプじゃなくて、こう、こういうことね。視点が、視点が、ね。どこにおるあの忍び、特に加勢などしておりません。え、ちょっと待って、これキーボードやってんのすげえな。まだ俺コントローラーの方が安そうだわ。そんなことないかもな。そんなことないかもな。やーかーん。よく来てくれた。おめえが俺に刀くれんのか。久しいな、狼よ。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ。表を上げよ。サビ丸、そなたの刀だ。なんか弱そうだな。我が忍びよ、ほんと強いのくれよ。金に輝く主従の約定に従い、命を落とし、汚ねえな。我に仕えよ。え、なんか金に輝く炎が出る剣とか使えないの、このゲーム。ターゲットの固定、はい、攻撃が RB。 うわほー、これさ、ローリングみたいなのないの。うわー、楽しい。うわー、じゃーれー、ぶえー、かっこいい。もうどんどん戦ってきたよ。ガードみたいな。打ち込むだけで敵の勢いを弾けば、その勢いを利用して体幹を削ることができる。はいはいはい。LB で弾き。はい。OK。うん、なるほどね。ああ、なるほどね。やるやん。別になんともないけど。ああ。はいはい。あは、今ちょっと飲んでるんで、すいません。あれ、いや、おもろいわこれ。俺これおもろいかもしれん。うわ、後ろから、後ろからでした、残念。あ、こんな飲んでいいんだ。全然ホンダの方がむずい。すごい、ほら、お前のなんて一瞬でジャスができんねん、こうやって。あ、来いよ、ここだろ。もう飲んどくねん、こういうの。ああ、なるほどね。 A で避けれんのか。読んでるねー。
ずるいやろそれは。俺、上が俺の体幹だよね。ああ、もったいないことをした気がする。なんでこうなった、今なんでこうなった。あ、下、これ下が俺の体幹か。死ね。あ、後ろじゃ避けられないんだ。なるほどな。深いね。お、来た。はい、目くらましになる。いいね。このゲームさ、美しい、美しい。ススキじゃ。久しいな、巫女よ。あ、なんか聞いたことのある声が。叔父上の墓前以来か。源一郎殿、私は かっけえな左腕。お任せを。お、始まるのか、まさか。始まりそうだぞ。邪魔立てするか。カイバー忍びを。さあ、お前を倒させてもらう。デュエル。まずお前の攻撃を見させてもらう。ごめん、後ろ見ちゃった。なるほどね。この危険、危険みたいな、何、危険みたいなやつは。これ危険って何。危険は避けないで。はい、ここ。うん。握りパイ。はい。腕が飛んだ。腕が飛んだ。終わった。さっき褒めたばっかなのに、お前の左かっこいいなって。この程度か。黙れ。巫女はもらっていくぞ。マリオみたいな展開なんだけど。ピーチ姫がさらわれていった。で、俺の左腕でこれどうなんの？こっから。こっからどうすんねん。燃える展開だね。剣士みたいやん。目覚めたようじゃな。あ、すね毛脱毛行った方がいいかも。まだ死の定めではないと見える。何これ。人気種。この左腕、俺に何をした。そいつ忍び騎士。忍び騎士だよ、人気士じゃねえわ。関湾の狼にはおあつらえ向きの牙じゃろうって。仏を掘るには無用でな。お前さんにくれてやる。あ、そう、両手あった方が楽だと思うよ。そいつはただ失った腕を補うもんじゃ。もんじゃない。任務を見つけたらわしのところに持ってくるがいい。え、何？任務だと。任務を持ってきたら
忍び義手に仕込んでやる。すげえ。その義手のありがたみが。なんでこんなよくしてくれんの。喋りすぎたな、いきな。誰だ、人やこいつ。まことに息を吹き返したのですね。竜韻の力、この目でしかと見ることになるとは。何者だ。エマと言います。エマ。猿お方に使える。世界観どうした、急に。猿お方、カタカナエマ。すみませぬが、主の命にて明かせません。白いあざ、これは生まれつきですか。いや、カビたんや、さっき。ならば、あるいは兆しか。もう。ああ、無礼を。ん？見ぬ顔、そこもと、名は。うや。名乗られぬか。だが、腕ある忍びとお見受けした。忍びの技なら、そこもとよ。そこもとって何？ぜひ、それがしと。それがしと、むずい。立ち寄ってもらう。おーらいー、けあれ！やはり、死なぬわな。どういうこと？え、あ？どうした？そこもとの立ち筋、はい、見事なものであった。話しか、話したかったのね。ごめんごめん。かように従前に殺した者、そうはおらぬ。お主は、なんだ。死なず、あるいは虫付きと呼ぶ者もおるな。俺も虫付きになりたい。勝手に言ってくれんだ。なるほどね。おい。おっしゃ。銃。鉄砲。鉄砲あり。うわあ、終わっちゃった。攻撃ガードできない。あ、ガードできないんだ。弾きはできんの。ガードできない攻撃もあるけど、弾きもできるってどういうこと。弾カードできない攻撃もあるのに弾きはできんの。あ、これが多分できないんだね。痛い。重い。なるほどね。生き返ったんだけど。何、生き返るってこれ。回生。お前の回生無駄にはしない。理解。畳みかけるタイミングわからねえな。どのタイミングで畳みかけてくんだ。ここには行けんじゃね。やらせないよ。あー、後ろはダメ。ここ、今やばい。うわー、回転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 。はい、来いよ今。やらせないって。ダメでやった、それ。横切って。
ああ、なるほど。あ、ラインアップデートの俺の席の壊されたんだけど、ふざけんなよ、なんで落ちたんだこれ。持ってかれた、最悪。なんだこのラインアップデート。あれってジャスがあんのかな。削は改正スタートなんだけど、いや改正スタートだけど、敵の体力マックスだよあー、後ろからいただきます。痛い。で、探って、はいはい、うっ、 OK。ジャスが判定じゃないんだ。危なっ。ああ、離しちゃった、危ない。おいしょー。あ、来た、種だ。ひょうたんがアップグレードできるぞ。あいつがやばいのぐらい俺にもわかるよ。あ、さすがに。あー、すごいね、攻撃パターンが。いった。杖体でかい割には起きんの早いな。危なっ。ロックオン、改正の後ロックオン外れんのやめて。あ、え、もう見切った。危ない
やったー、ファイルドライバー痛すぎは？そっちに投げんのはダメだろ。え？え？飛んでますけど今。投げる？そっちだよね、危ねえ。うわあ！ねえ、今のはありえない。今の当たってなんてありえないだろ。これでまず1回目か。頭痛なんな。お、逆にね。これじゃんね。よっしゃ、完璧。ここ避けんだよな、俺は。かなり綺麗に避けてる。リズムなんだよね。その、トントントン、トントントン、トントントンのゲームなの。でも、それが、リズムが崩れた時に、殴りに行くと、敵の流れの中に飲み込まれるんだよね、このゲームは。はい、トントン。で、敵のトントントンって感じでしょ？はい。はい。で、トーンやって、トントントン。敵のターンね、これ。トントン。で、これ避けるでしょ？これ完璧に避けれてんだ、俺は。このゲームのクソゲームなだけで。死ね。トーン。で、すぐ避ける。はい。避けます。トントン。これ、いっちゃいます。これ、いっちゃう。欲張りだよね、それは！で、一発耐えれるように、ここで飲んどきます。はい。で、敵のターンね、これ。はい、もう一発も避けれてんで、耐えらんない。いくよ。はい、トントン。俺のターン一発で敵のターン来る。で俺のターン二発で、ここ避けて、で本来はね、本来はね、でこれ一発はいいんだよ。一発はいいの、一発はいいの。本来は避けてね、話ね、これいいね。でポンで蹴るでしょ、うん、でこれ欲張んないよ。これ欲張んないで死なないじゃん。本来は死んでないから、脳幹として。でこれはい避けて、これ勝ちね。ここまで見えてんので、ここ一発じゃん。ここ一発なんだよ。ここ一発ね。で、ここ余計ね。で、前ステップからのチューンで。これ死なないから。これ死なないの。死ななければいい、結局は。体力とか このゲーム関係ない。死ななければいい、結局は。これはね、勝った。うそぴょん。これこっから多分一発も食らわん、普通に。はぁ！今のガチきちょいけど、フロムさん。どうなん？ゲームとして。きちょい！作んな？ワンフォアオール 120% デトロイトスマッシュ！
すぎるのが早くて助かるね、このゲームは。お前のさ、もうやめた方がいいよ、ワンパターンってさ、何回も同じことするでしょ、君は。それをさ、俺はもう避けれるからやめときな、やめときな。もうさ、適応しちゃってんの。ごめんね、人は適応するからさ。さあ今の見た？このゲームが売れるってマジ？正気の沙汰じゃねえよ。ウケるわ。5万時間やろうぜ、俺と、セキロ。俺が片っ端からフロム信者とかいうやつらをボコボコにしてるからかかってこい。俺どこ行った？俺絶対に避けてると思うんだよね、今。今のさ、避けてんだよね、普通に。わかると思うけど、みんななら分かるよね。みんななら俺のこと分かってくれるよね。みんななら俺のことをさ、理解してくれてると思うんだけど、今の避けてんだよね、俺は。え？誰なん？はい、ガードね。ジャンプー！おー！俺操作してるの赤鬼だよね。ごめんなさい。ちょっと配信者としてのスタミジャパンを見せつきました。ストイックな配信外スタミで休んで。エンタメなしのゆうや。これね、あ、オチがなければ言ってる。やべえ、無限にできちゃう、無限にできちゃう、このゲーム。俺無限無限無限、全然飽きないセキロ、お前の顔何回見たら気が済むんだ俺は。マジきてスタンビーかませいけー。焦った。出たー。いや、それ出たな。ここで残してくるか、中断。なんか不思議だな。
ぎだろ。すぐすぐすぐ。なんだか一発で死にたくない。いやあ！あー焦るな、スタミ！スタミ焦んな。焦っちゃダメだぞ。焦ったら負ける。大丈夫大丈夫大丈夫。焦んな、スタミ焦んな。焦ったら負けるよ。オーケー。こんなもん、俺の赤狼は。クソ雑魚ゲーム。簡単すぎる。